皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆史です、えー。今日も手帳のこう雑感みたいなお話をしたいと思います。えー、今日のテーマはですね、まあ、手帳活用の最終目的ということで、まあ、ちょっと究極的な話をしたいと思うんですけども。まあ、あのこの 最終目的っていうのは、あくまでもこう主体的とかっていう、まあ7つの習慣の中にある第一の習慣の主体的であるというところに対しての、こう、徹用を活用する、まあ最終目的というちょっと話をしたいと思います。で、あの、実はその最終目的っていうのは、まあこの私の著書の中では、えー、最後の後書きのところに、 ちょっと書かれているんですねで、えっと、実はその手帳活用の最終目的って私が思っている、えー、最終地点は実は手帳を持たないっていうことなんですね。でちょっと矛盾しているような話なんですけどもまあこれ何てかっていうと、まあ、あの手帳はあくまでもこう道具であるっていうのは、まあ、結構それはいろんな本で、えー 書かれていることではあるんですけども、まあ、あくまでもこう手帳を活用しましょうみたいな、えー、ルールの話であることが多い上で、まあ、手帳は道具なので、まあ、あまりもこう頼りすぎちゃったりとか、まあ、それに依存したりすると駄目ですよみたいなことを戒、まあ、めるような意味で、まあえー、手帳がこう手段道具であるとかっていう話だったりもするんですけど、まあ、ただ えことこう責任を取れるか取れないかっていうまあ主体性の話主体的な話だったとするとまあんでしょう手帳を使うか使わないかっていうのは別にしてちゃんとこう自分の行動に責任を持って行動できたりとか 手帳なんかなくても、えー、きちんと、こう、言われたこととか、自分で決めたことが達成できるんであれば、まあ、極論すると手帳はいらないというふうに思うわけですね。要は、あの、一冊にまとめた方がいいっていうのは、まあ、私の本の中ではいろいろ言ってるんですけどただ、えー、最終目標的に言うと、まあ、そういうのが、えー、仮になかったとしても、 ちゃんと、えー、主体性を持って行動さえできてれば、まあ、別に手帳である必要がないとそういう意味でその手帳は道具だとか、えー、手段だっていう話に関してはこう賛成はするっていうことですねでただ、えー、さっきも言ったようにこう責任をちゃんと取れるんであればそれすらもいらないんじゃないかというふうに思ったりもします、まああのー それ自身がなかなかできないっていうか、まあ、基本的に言うと、まあ、あの理,理論的な話であってえ物理的には無理っていうか、まあえー、かなり厳しいものであるからほとんどの人はこう自分の中でこう記,記憶し,してそれを忘れちゃうってことがないように手帳に記して、まあ、そこで責任を取るということだったりするので、まあ、その責任をの責任 持たせるために手帳を持ってたりとかっていうことだったりするからまああくまでもこう最低限の一冊は必要ですよというふうに私自身はそう思っていますけどもただどちらにしてもそのない状態を作り出せるっていうのはすごいこう幸せなことというか、えー、理想的なこと、まあ、まさにこ,うこのテーマである最終目的にまあなるんじゃないかなと。 いいう,うに思いますなのであのちょっと今日で今日お話ししたいちょっとポイントとしてはその最終目標がゼロでまあ、えー、物理的なこう妥協点として、えー、持つ手帳の最低冊数がまあなるべくこう少ない1っていうことであることが、まあ、必要なんじゃないかなと。 いうふうに思うので、まあ、その、複数にしたときに、うん、責任が増大するというか、まあ、要は多くの責任が取れるかっていうと、私自身はそんなに、その、一冊が十冊になったところで責任を多く求えるっていうふうには、ちょっと少なくともそうは思ってないので、あの、一冊の手帳の中できちんと責任さえ取れれば、えー、最小、 の手帳の数で済むんじゃないかなという意味でまあ1冊、えー、だけはも持たないといけないというふうに思ってますというそんなこう価値観になると思うんですけども、えー、責任を持てる、えー、手帳はまあ1冊にまとめておいた方がまあ他のこうブッキングとか えー、忘れとかっていうのがないようにするためには、最小札数でいいんじゃないかなというふうに思っています。という、そんなお話です。ということで、参考になればいいかなというふうに思いました。えー、今日の動画は以上となります、えー。視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。